トヨタ自動車ネッツ店ネッツ店のテンポ例ネッツ店はトヨタ自動車のディーラーの一つ。元来はトヨタオート店がネッツトヨタ店に名称変更された販売チャンネルであったが後にトヨタビスタ店も統合されて新生ネッツ店となり事実上旧トヨタオート店と旧トヨタビスタ店が統合した販売チャンネルとなっている。日本国内 トヨタブランド販売チャンネルの中では最新である。キャッチコピーは、アナザーストーリーマイナス。全国に115社、約1600店舗から構成され、ミニバン及び2ボックス系コンパクトカー中心のラインナップを持ち、主に若者、女性客をターゲットにしている。大阪地区ではかつて、ハイラックスサーフも扱っていた。1968年4月に、主力車種、 カローラスプリンターの発売に合わせて、トヨタオート店として設立された。社名は原則、トヨタオートレイとしていたが、東京都に本社を置いた、トヨタ東京オートだけは、例外とされた。1998年8月23日には、ネッツトヨタ店と改名した後、2004年5月より、旧ネッツトヨタ店と、旧トヨタビスタ店が統合して、現在の、 ネッツ店となった。同時に、看板ロゴも若干変更され、それまでは、ネッツの元に、トヨタと表記されていたが、ネッツロゴはやや角が強調され、トヨタの表記が消滅した。東京都では販売チャンネル制度を廃止しており、トヨタモビリティ東京、ネッツトヨタ等との都内店舗、ネッツトヨタタタマについては、全車種を取り扱っている。 2020年5月7日に開始される予定である全車種併売化に伴い、神奈川県の販売店3社のうち、KT グループに属するネッツトヨタ横浜と、ネッツトヨタ湘南の2社は、同年5月1日付で、神奈川トヨタ自動車へ、九州合併されたほか、静岡県の販売店4社のうち、遠州鉄道グループに属するネッツトヨタ浜松は、 2020年7月1日付で、静岡トヨタ自動車へ、九州合併される予定。長野県の販売店2社のうち、NTP グループに属するネッツトヨタ新州は、2020年7月1日付で、カローラ店系列である、トヨタカローラ南信と統合し、NTP トヨタ新州となる。ネッツ店の先売車種のテレビ CM。 新聞広告には、解消時から、トヨタのシンボルマークである、T マークを掲載していない。兵売車種についても、カタログ表紙のデザインが、大幅に異なっていて、たとえプリウス、アクア等の全店兵売車種であっても、ネッツ店のカタログだけは、表紙が異なっている。また、他のトヨタ系列店と比較して、兵売車種が少ない。色は水色。 ネッツトヨタ店のスローガンは次の7つ。ディーラー名は、ネッツトヨタのところが多い。〇〇のところにはその地域にちなんだ名前が入っている。特に、ネッツ店の場合は、旧トヨタオート店と旧トヨタビスタ店の経営会社が違うために2社の合併が難しく、同じ都道府県に、複数のネッツ店が存在することもある。 参考リンクかつて存在した。販売店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 現在トヨタは、トヨタ、レクサスの2ブランド性をとっており、この2チャンネルをまたいで併売することができないような車種。 販売店構成をとっているが、ネッツも統合後ディーラーの看板から、トヨタの文字が消え、フロントエンブレムも専用のものに切り替え、さらには、取扱い車種が一部を除いてすべて1000倍車種に切り替えたりと、事実上ブランド化されたような状態にあった。しかし、このことが結果として、併売車種の減少を生み、各ディーラーごとの販売車種が大幅に減ることとなった上に、 さらにそれが、旧トヨタオート店、旧トヨタビスタ店時代に抱えていた顧客の車両代替需要も逃す事態を発生させた。当時、トヨタの取扱車種数が、姉妹車の縮小や同クラス車種の統合化などで年々減っていることもあったが、2010年代からは、ハイブリッド系車種以外でも、平売車種が次々と増えていき、 2020年5月の全店閉売直前には、閉売車種が過半数を占めていた。2005年に登場した2代目ビッツ以降、ネッツ店専売車種には、ネッツの頭文字、N をモチーフにした専用エンブレムをフロント部分に採用していた。2020年4月のボクシーの仕様変更による採用終了をもって、ネッツエンブレムを付けた車種は、完全に消滅した。 過去の採用車両採用時期以降にフルモデルチェンジした車種については、車種名の次に、を入れる。2005年8月のレクサスの日本展開前後から、フルモデルチェンジや、マイナーチェンジを機に、他店との併売車種が、ネッツトヨタ店から、他のトヨタレクサスディーラーの先売に切り替わることや、逆にそれまで、ネッツトヨタ店と他店の併売だった車種が、 ネッツトヨタ店先売になったりと、取扱車種の変動が続いている。2019年4月からは、ネッツトヨタ1と、ネッツトヨタタマが、2020年5月からは、1と、タマ以外のすべてのネッツ店が、順次全車種併売となった。2020年5月の全店併売直前の、取扱車種員は、旧トヨタビスタ店より引き継いだ車種、員は、 旧ネッツトヨタ店。旧トヨタオート店で販売されていた車種2004年4月の統合時の取扱車種インは、旧トヨタビスタ店の取扱車種。インは、旧ネッツトヨタ店及び旧トヨタオート店の取扱車種。1998年8月のネッツトヨタ店。発足時の取扱車種インは2020年5月より、取扱いを開始した車種。インは、 Q トヨタビスタ店より引き継いだもしくは販売していた車種、インは、Q ネッツトヨタ店もしくは、Q トヨタオート店で販売されていた車種を示す。ネッツはドイツ語で、ネットワークや、組織という意味。また、ネットワークオブエネルゲティークチームズフォーゼニスの頭文字。ありがとうございます。